なんぼー !FM 那覇を聞きの皆さんこんばんは、高橋花子です。なんか、今年本当に暑いっていうかもう本当に猛暑でね、熱中症になった方もいっぱいいらっしゃるかと思うんですけども、 ちょうどこの9月の中盤になってくると本当に夏の疲れが出てきている方がたくさんいらっしゃると思うんですけどやっぱりこういう時はですねなんか栄養をつけないといけないななんて思ってまして今日はなんか食べ物の話でもお送りできたらななんて思っておりますさあ、えー、今日も番組の方を進めてまいりますので最後までお付き合いのほどよろしくお願いしますこの番組は歌魂ミュージックの提供でお送りします えー、今日も、えー、ゲストの方に来ていただいておりますというか、えー、私の師匠でもあります、モズ昌平先生が沖縄に、えー、今回いらっしゃったので、えー、ゲスト出演をオファーしたところ、今日は出てくださるということで、えー、今日はスタジオの方に来ていただきました。えー、作詞家のモズ昌平先生です。よろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いします。先生、あのー、今日ね、 最初しゃべってたんですけどやっぱり夏の疲れがだいぶこの来る時期でやっぱり栄養つけなあかんなと思う時はやっぱり何食べたらいいんですか、ね、まあ沖縄とお本州はちょっと違うかもわからないけども、はい、一応夏場ということになるとうなぎですね。 うなぎ、うん。江戸も、お、上方もうなぎ。うなぎ。蒲焼き。蒲焼き。マムシ <laughs> まむし。まむし。うん。ということになりますね。そうですよね。君はどこのさんやった和歌山や。った私は和歌山です。和歌山も、うなぎを。食べます。ところですが。はい。まず君に聞きたいけども。はい。うなぎは。その。背開きにするか、腹から切るか。こう。 二枚繋がった二枚に開いてそれでそれをタレをつけて焼きますね、はい、和歌山ではどちらから咲きますか背中から咲きますか腹から咲きますか <laughs> あのもう出来上がったものか見たことないんですけど決まりがあってね <laughs>、はい、多分和歌山は上方風やと思いますが、はい お腹から切ります。はあ違うんですか。お腹から切って、<お>そしてタレをつけて焼きますよね。はいはい、江戸は反対。反対、はい。背中から切ります。こう開くの。へ<ー>鉄則。鉄則なんですか、うん、それ。まあ今はね、多少大阪から東京に進出したとか、はい、逆に。 え江戸から関西に進出したうなぎのかば焼き屋さんもあるんでね、はい、100%とは言えないけど、はい、まあそうですね昭和の初期、えー、戦中までは100%開き方が違う。へ<ー>なんででしょう普通は、うん、あの嫉妬かなお,おかしいぐらいです、ね、有名な話。 まあ答えを待ってらおな腹から切ると切腹ということになります。はい、江戸の町はお侍さんの町ですから<ー>お腹から切るのをものすごい忌み嫌らった嫌がったそれで背開きにします<ー>大阪は町人の町、はい、切腹するようなことはありません。<ー>それでで平気で 腹から切りました。それでタレをつけます。はい、ここでもちょっと違う。はい。タレをこうあれするときに、はい、江戸では頭を落とす。頭をと取ってしまって、これで後の身だけをあの焼きますわね。関西は頭あるんじゃいます？頭を関西とかこっち髪が取らずにそのまま、はい、あの焼く前に。はい ちゃんとあの味付けをしてやります。なんででしょう。二本目。あ、これあのなんかハンスケという。え、ハンスケ。ハンスケというで、あのタレついたまま焼けるでしょ。食べるところはその頭まで食べませんから、頭を取ります。それで後をまぶしとかね、いろいろ食べるじゃないですか。ご飯の上のステ。 で、その時は頭はついてませんからね。はい、頭だけまた売ります。<ー>ここで家庭ではですね。はい、えー、ま焼き豆腐なんて知ってますか。かえ。焼き豆腐、焼き豆腐、うん、あれと一緒に頭を出しにして炊きつけるととても美味しい味が出ます。 なんでかとタレ煮つける時は頭も尻尾も胴体も一緒ですから、はい、初めから味がついている、はい、それを焼いてみますから、はい、余計味がよく出るんでそういうふうに煮つけに使います焼き豆腐とうなぎの頭セットにだから関西の方が僕はまあ関西人なんで、はい、どうしてもそういう言い方になりますが、はい、食については。 かなりいろいろとこだわりが多いかなと思う。<ー>うなぎもうなぎだけでも違います。関東というか方は頭を取ってるからもうそれは捨てるんですか。捨て,てるでしょうね。はじ<ー>めからこう捌いた時に捨ててしまってるから。はえ、い、え、じゃもうそれは捨てて、でも、うん、こっちの関西は最後全部おいでそれを焼き豆腐との出しにすると定番。 ちゃんと食にこだわってるんですねうな、ん、ぎの頭なんていうことをいろいろと話にしたネタもあるしね。どんなどんな。んないやいや小説になったりして、それだいたいはハンスケで言うんですけどね。ハンス刃物の皮とかね。はい。それだけのタイトルの。 の小説があったりね。えー、あの食についてもね。えらいものすごい状態。身だけのもんではなくて。捨てるようなところを几帳面に。関西は味付けに使ったり、いろんなことをしました。<ー>もう寒くなるとね。よくよくわかる。ふぐの食い方はものすごい関西は優れてるからね。ふぐ<グ>。ふぐとは言わないでしょう。大阪では。はい、なんなんて言いましたか?。 鉄砲。鉄砲なんでですか。当たったら死ぬかなですね。そういうふうに。ちょっと意識を忘れましたけそ,そういう,ふうに徹底して、はい、食文化にちょっと表現を色付けをして楽しんでいることね、えー。面白いですね、うんそ。そういうことが多いですよ。大阪っていうかまあ関西の方がなんか洒落た人が多いってことですか。 まあね一つはねお芝居の文化が町人の文化ですから<ー>ものすごい盛んやったいうことが食文化とぴったりひっついてる、はい、君はあんまり上等なおでん屋さんに行ってないと思いますけどね。はい <laughs> 僕はさすがに君よりね5段階上のねそんなおでん屋に5年5段階ありますよ創業270年間も続いた高名というおでん屋があります今も今もね代わりしてちょっと残念なことがある僕は20代の頃にそこいつも大先輩に連れて行かれていろいろ教えてもらった。 本当のことを教えてもらいながらね。はい。そのおでんのことを。も<お>ずくん、ここで気付くものないか、なんて。はい。何にも気付きませんな。はい、ここに絶対ないもんがあるけどな、よそのおでん屋はあって。ここにないもん、何やと言われた。なんですか。道頓堀のおでん屋。おでん屋の。はい。いいですか。他孔明。じゃ、それちょっと言うてみ、教えたはずやそ。それを教えていただいたんで、でちょっと言うていいですか。道頓。大根。そう,そう、そう。 なんでですかえっとその芝居の芝居の町やおでん屋で大根、はい、なんか入れてたら誰も来ませんわ大根、はい、役者は忌み切ろうだからねそうそうそう、うん、それ聞きました初めて文化と食べ物がものすごい差からシャリがきついね、えー、面白いね面白いですね私でも、うん、行ったらすぐ頼む大根ですけどね砂切り戻るとね砂切り戻 僕は、ね、疎開組なんですよまだ学校に行っていない時からも兵庫県高郡市営省村というね、えー、ところに疎開にやられてね、はい、疎開やからその村の人間ではないからね、はい、まあちゃんとしもちろん田んぼもあの畑もないんですよ疎開できたから。はい おじいいいちゃんがもののすごいその釣りのうまい人でね<ー>毎日ねいろんなもの釣ってくるんですが、はい、まず優先的にうなぎを釣ってくるんですよ<ー>栄養価が高いという、はい、贅沢ですねで栄養価が高い、はいはい、僕は5つですから、はい、孫のために栄養を食べさそうと思って<ー>それがねうなぎはたまに食べたらいいけどね今日もうなぎ明日もうなぎ。 あさってもしあさってもずっとウナギ秋が過ぎても冬になってもウナギ嫌になりますね先生冬にウナギがいないと思うでしょう、うん、夏の間釣ったものを、ね、田んぼに放すんです<ー>田んぼの中に潜るんです田んぼに水がなくなったら、はい、冬眠のように潜っとる<ー>それをね土池のウナギでこう手で分けてね、はい、で冬でもウナギ まず料理するところから突き落てて<ー>動いてる木も元気出るて食べさせられる八幡<ー>巻にしょうが何しょうがとりあえず毎日をいい、はい、うなぎ、はい、おやつうなぎのほれの唐揚げ<ー>毎日うなぎ尽くし365日うなぎそれと二度と顔を見たくなくなったそうですよね、うん、先生の何と言ってもねあんまり先生も好き嫌いないんですけど先生の。 絶対にうなぎは食いませんこん,こんだけ語ってますけど先生の嫌いなものはうなぎなんですよ <laughs> 先生うなぎ絶対食べないですよねそういえばうなぎ見たら、ねうん、こう鳥肌立つ <laughs> ほんまですかいやいやいやでもパワーつけてほしいですけどね先生うなぎ豚からいてパワーが出るわけやないけどね <laughs> でも栄養価高いということでね、うん、栄養価は高いね まあ、せてさっきうなぎも出てましたしハモもねこの季節はまだハモあるんから、うん、もう終わ,り終わりましたね、うん、ハモの落としもハモはね上方の名物ですねその先生結構ね食もそうやって先生の作詞のねこの,あのね作品の中でも食、ね、品を入れられるじゃないですかハモが出てくる歌最近先生作られたんじゃないんですかまあそれは大阪の天神祭り、はい、京都の祇園祭り、うん みんなハモ祭りと俗称言うから、うんね、ハモの一番盛んなとこ時にお祭りがあるということですね。んなんかその先生のさ一番新しい作品聞いてもらってもいいですかね。はいはいはいじゃリクエストさせていただきたいと思います。えー、歌っている方は石川さゆりさんです。曲名の方は何はのゴンタお聞きください。 はい聞いていただきました。何はのゴねえ先生、えー、あれいつでしたっけ7月に私あの先生のこの作品を石川さんが、えー、大阪のフェスティバルホールでコンサートがあるって言って先生にあのご一緒させて連れて行っていただいたんですけどめちゃめちゃもう勉強になりましたありがとうございました。うん、勉強になったというより、はい、その作詞家が書いた物語の登場人物が、はい。 どういうものかということを彼,彼女は調べてきてて、はい、7月公演で、はい、あの歌舞伎にかかってましたと仁左衛門さんがゴン太役やってました、はい、こういうふうに勉強してきました説明してればね、はい、あれが二人手の資料ちゃうかなうなんかモテたいモテたいとか人気が出たいとかいう遺、はい、伝にやらない,いかんことやらな,かな、はいかな君やってるか 問題 <laughs> 頑張ります。頑張りますよね。やってるかって聞く。<laughs> はい、私は私なりに頑張ります。<laughs> 私は私なりにあかん <laughs> はい。どのぐらいやってんねん。私もあのまあ先生に平和をテーマをもらったときはちゃんとその歌の、えー、事情を一応先生に。それは認めたら原原発原発をその積んだ。 テニアン島までは行ったからないやそれだけではなくてリニュークがここから飛んだとその,、はい、その時のあの雷山したることは覚えてるかこの原爆で何を浴びてへんやあの悪い日本をやっつけたとそれを戦争を終わらしたとれいれいしく書いたって、うん、はい 覚え、まあ、まあそうですねちょっとあの、うん、そうですねそれがアメリカの、はい、あの時の政府の姿勢やねん、はい、悪いことしたとかこれでとなん全然勝てなかったやはい、まあ、ビッグボーイを積んでいってこれで悪い戦争を終わらすと大手柄と言うてたあえて言えばすまあそうですね、まあ、それをやっぱりっ敏感に感じて敏感に感じてます いろいろやっぱり行かさせてもらって、あの、ただ単に思うだけではなく、やっぱり先生がおっしゃる通りに、はい、あの、行って、見て、感じて、それを歌の表現、それ原則です。はい、原則で頑張ります <laughs> 頑張ります。ありがとうございます。いや、もうこうやってね、やっぱりね、まあい 月え毎日え毎週か毎週番組していただいてやっぱりもう先生にこう来ていただくとカツが入りますので高橋花子もこれから頑張ってまいりたいと思いますのでまた先生あの食べもまあ今度うなぎ一緒にじゃ行きましょうか食べにうなぎはいいか栄養つけてもらいたいから先生にはよろしくお願いしますいや先生あっという間でございましたけど、はい、今日もありがとうございましたまたぜひぜひ来ていろんなお話をお聞かせください,はい、はい、ありがとうございました さあ、えー、今日は、あの、私の師匠でもあります、作詞家のモズ・昭平先生に聞いていただいてね、もう先生いろんなことを、本当にいろんなジャンルのお話ししてるので、もうまた来ていただいて、また皆さんにもいろんなお話を聞いていただけたらなと思います。で、このゲストコーナーではですね、えー、あなたのふるさとだよりに出演いただいて、 えー、いただける移住者の方、そして沖縄県民の方、子ども食堂な,など事業を、えー、されている団体の皆様を募集しておりますので、ぜひ番組まで、我こそは出演したいなという方をぜひ番組の方までよろしくお願いいたします。えー、登場していただいた方には特製アーモリとサッチャんの超新機の CD をプレゼントさせていただきますので、よろしくお願いします。そしてリスナーの皆さん、えー、本当にご感想など、えー、 いろんなことを。 書いていただいて、お便りの方もこちらの方にお寄せください、えー。いただいたお便りの中からご紹介をさせていただいた方には、高橋花子のオリジナルストラップもプレゼントしますので、お願いいたします、えー。お便りのね、宛先なんですけども、はがきの方というかね、お便り。えー、郵便番号九ゼロゼロゼロ一三、那覇市牧志二丁目十八の四。F. M. 那覇、聞いてもろてなんぼ係までお願いします。メールはインホアットマーク、宇多田麻。はい。 ライフミュージックドットコムまでよろしくお願いします。さあ最後はこのコーナーです。1975年3月30日、矢島幸子医師は群馬県高崎市で両親ともにお医者さんの家庭に生まれました。 兄二人、三人目の長女でした。初めての女の子の誕生に、両親、兄弟のみならず、親族も大変喜び、さっちゃん、さっちゃん、とみんなで可愛がりました。幼稚園に通っていた頃のさっちゃんは、よく一人ごとのように歌っていました。その歌は誰も聞いたことのない、さっちゃん自身が作った歌で、 歌詞のないように耳を傾けると、それはいつもラブソングのようでした。 この番組は、歌だらミュージックの提供でお送りしました。えー、お相手は高橋花子。また来週お会いしましょう。